はい、不思議な空間に入りましょう。このワールドでもなんかね、そんなに出てくるんだね、いっぱい。てっきり最初のワールドだから1回ぐらいかなと思ってたんだけど、そんないっぱい出てくるんだ。バウンドブロック、泡のような模様のブロックに触れると跳ね返されてしまいますが、上に乗ると普段より高くジャンプできます。今更だな。ティ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 ーンと、さっきみたいなやつは出てこないのかな。シャドウならシャドウで楽でいいんだけど、おい。さあ、なるべくダメージを受けないようにいきましょう。ディリリリ、痛い痛い、バウンド、おい、はい、痛い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 な。よいしょ、おい。細かい操作がいるんだよね、 DS のくせにね。おい、 DS のくせになんて言っちゃいけないけどさ。はい、お前か、これがボスだな。はい、終わり。弱かったな。141?161 か。小学生の計算もできねえのか、俺は。よし、終わり。脱出。んで、ゴーストブロック。緑色のブロックは時間が経つと、縁だけを残して消え、触れることができる、できなくなります。時間が経てば、再び出現して触れるようになります。その前にだね、敵をね、倒したいんだ。出てきたね。ヒートダッシュからファイヤー。あ、痛い。くそ、やられた。行ってるそばからダメージ食らっちまって。はい、はい、やった。って言っても今のところね、報酬は結構余裕を持ってもらえてるから、まあ多少はいいのかもしんないけど、まあなるべくね、ノーダメで行きたいよね。ああ。ああ、もう。はい。ああ、そうか。今俺が触れてたから、ダメなのか。はい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 。いやー、これめんどくさいな。こういうのはね、頭を使ってやりましょう。そい。頭いい。かっこいい。頭いい。ほい。ほらほらほら。頭脳プレイだよ、頭脳プレイ。消えたから行こう。わざわざ向こうに行かなくてもいいんだね。よいしょ。これもさ、わざわざ。あーあー、すんげえ情けねえ叫び声が聞こえたな。はい、ああもうやだ、ふざけんなし。よし、ちゃんと行こう。あ、ソルジャーになった。痛い。うわー、2も削られるのか。もうめんどくせえな。あ、やべえ、来すぎた。くそー。よし。はい、オッケー。で、これで全部終わったので、行きましょう。はい、脱出。で、もう一フロアあんのかな?で、ん、シャドウ。燃えろ、痛い、サンダー。なんだかんだ結構ダメージ食らっちゃってんな。もったいねえことしちゃってんな。で、ボイーンと。で、ここにも敵さんが出てくるね。くそ、おっとっとっと、ガードを覚えてないからな。テラレラレー、ティリリリリリ、テラレラレー。最初の方ガードそんな使えねえのかな。おっと、終わり。次はどうしようか。これに乗っていく。まあ、はい。ただでさえさ、DS 細かい操作ができないのにさ、細かい操作をやらせるっていう、結構ね、鬼畜ですよね。はい、OK。ん?あ、上に行くだけか。で、敵がこの辺に出るよね。きっとね。そう思ってた。あ、ヒールダッシュ。OK。まだシャドウだけだからいいけどね。これがさ、おデブちゃんとかになるとめんどくさいよね。今思いっきりサンダー外したな。はい、オッケー。おっと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 、怖い怖い怖い。シャドウといえどね、怖いからね、侮っちゃいけない。うわー、なんだこれ。
こういうことか。ほい、ほい、ほい、ほい。よいしょ。うわーい、いっぱい SP だ。ほい、OK。で、あとはあそこにあるやつをやればいいんだな。あー、これもボイーンか。ボイーン。ほい。はい。あれ？まだいるのかい？そういえば、敵さんがいるのかい？あそこのブロックの上か。あそこだけ見てないもんね。じゃあこれ登っていかないといけないんだね。ボイーン。で、走れ！よいしょ。で、多分ここの下に出てくるんじゃない？ほらね。痛い、痛いな。あんまり連続して攻撃するとダメージ食らっちゃうんだね。終わりだ。OK。これで全部やったかな。まあ大体、一つのこのね、エリアで1000ポイントぐらいもらえるのかな。OK。よし。ウィザードブレス、アタック、HP プラス2。で、この辺はもらえるから全部経験値に変える。ブブブブブブブ、復活。扉が直ったぞ。よし、先に進もう。で、3番街まで戻んなきゃいけないんだけど、その前に、パパパッパッパッパンと。レベルアップをここでした方が良かったのかな？いいや。ちょっととりあえずこれ HP プラス2にしといて。あ、ここが倍になるの？あれ？同じだな。ん？まあいいや。とりあえず、つなげられるだけつなげとこう。で、ここはマジック。で、ここに、ほい。で、これでどうなの？コマンドスロット数が4になりました。ほーん。コマンドのセット数を増やそう。CPU からこのボーナスブーターまでチップをつなげると、セットできるコマンドの最大数が増えます。ほーん。CPU と CPU の間をチップで接続すると、CPU と CPU の間？ CPU と CPU の間？あ、これ？あ、ここにあるやつ全部が上がるってこと？え、まさかね、そんなことないよね。なんだ？バグチップを取り除こう。バグに侵されてスロットを塞ぐ邪魔なチップです。デバッグコードを使用すれば取り除けます。へぇ。まあ、いいや、とりあえずレベルアップ。まあ、いいや。とりあえずは、これでいいでしょう。未だによくわかってないからね。3番街に向かって行きたいんですが、その前に2番街にいる。敵を倒しながら、なんだ？うわ、なんだ？増えた。あ、これでいけるようになるのか？まさかの、ん？あれ？こんなんあったっけ？これ数増えてるよね。明らかに数増えたな。ちょっと待ってね。きっと新しいお宝があるんだろう。おい。ほい。よいしょ。よいしょっと。ほら、エーテル。おお、ずいぶん高いところまで行けるようになったな。よいしょ。で、よいしょ。そい。くそ、すんげえ外れ感がある。で、戻って、上、上、上に行く。これ行けるか？行けないね。行けないか。おう、デブ。ああ、よいしょ。サンダーがそんなに息が広くないんだね。ほい。おう、相変わらず走ってくる。ほい、オッケー。てんてんてららん。てってててててててんてんてててててててんてんてて。ほい。ほい。あそこに行くには飛び移るしかないのかな。おう。敵が出るけどちょっと待ってね。ほい。
ほいほいほい。OK。こっからもいけんのかな。てててててててんっと。おい。うわ、カメラ狭いな、これ。はい、OK。くそ。なんだよ、このハズレ。ちょっとこの上まだ探索したいな。まだまだなんかありそう。まあここでならね、別にダメージ食らってもそんなに痛くねえし、 SP が減るわけでもない。こっちの敵に切り替えたいんだけど、くそ、切り替えるのが難しいな。はい、 OK。 もうくそ、この上にいいんだな。はい、よいしょと。はい、ラストで、下にもいるんだね。はい、はい、OK。 じゃあとりあえずもう一回ここに乗って、はい、であそこのね、星が気になるし、あとは一番上の鐘のとこだね、あそこが気になるな。あれはどうやって行きゃいいんだ。普通に飛び降りるか、多分それの方が早いでしょ。こっから、そいー、よいしょ。はい。なんだよ。こんなたった1万人のために。ここはどうなってるんだ？いけるようになってんの？なってねー。そこマジでどうやって行くんだ？なんかあんのかな？あ、まだいる？あ、まだいっぱいいたわ。ラスイチかな。あり。どうやって行くんだーい。どうやって行くんだーい。ほい、よいしょ。こういうのってさ、やってるときは気づかなくてもさ、編集してて気づいたりするんだよね。ほんとね、そういうときは悔しい。腹が立つというか、悔しい。悔しいです。よいしょ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 。あの人らどこ行ったんだろうな。悔しいです。まあもともとテレビ見ねえからさ、あんま元からね、わかんないんだけどさ。はしごがあるわけでもないもんね。やっぱ上から行けんのかな。さあ、3番街にやってきたよ。もう諦めた。あそこのゾーンは取れないと思うので諦めました。さて、行くか。で、これあれじゃないか、また空からね、怒鳴られてるグーフィーが落ちてくるんじゃないか。おい、ルイ、どこだ。おかしいな、ここにはいないのかな。うわ、またハートですか。さあ、倒していこうか。もう邪魔くさい。無駄に強いな、ソルジャーはね。ほい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 。燃えろ、いかず違う。ソラ言わないね。なんか燃えろとかいかず違うとか言わないっすね、普段言うのに。はい、ちょっと待ってね。おう、さらにレベル上がる。ほい。ああ、しつこいな。ああ、なんだ。はい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 。ああ、そういうことか。へえ。さっき変えたやつだね。フィニッシュコマンドが変わったんだ。なかなかに面白いな。急に怒るからちょっとびっくりするんだけどさ。ほい、ほい、ほい。いてててくそ、魔法が使えない。終わりじゃない。来たな、ちびすけ。ほいほいほい、いかずち。ほい、よいしょ。こいつらも厄介だよな。で、上下下、上上上上下右上、違う違う、
違うけどなんかいろいろ押す。おい、よいしょ。あれは無限に出てくるのかな、矢印の方向は。はい、よいしょ。どんなにね早く入力しても無限にきっと出てくるんでしょうね。おい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。もうやたらと出てくんな、なんなんだ。はい、終わり。 OK、 ルイはいないみたいだし、一度シドのとこに戻ろう。あ、あいつは喋んな、行っちゃった。うん、一番街の方へ行ったのか。謎の男を追いかけよう。ここサンダーしなくて大丈夫ですか？明かりつけなくて大丈夫？はい、よいしょと。使えないのかな？懐かしいな。そうそう、ここにさ、こうやって敵が出てくるんだよね。はい、よいしょと。ここにも出てくるよね。はい。うわー、なんかここにもいろいろありそうだね。あそこのやつを取りに行くか。ほい、一緒の。よいしょ。危ない、落ちる。あー、落ちる。ん？押し込んでんのに飛んでくんないぞ。ほい。よいしょ。それ。そい。よいしょーっと。で、ゴール。到着。はい。なんだ。ガードプラス1。つけておこう。もうね、得たものはどんどんつけておこう。ガードプラス1。あ、そうだ。あ、いいのか。よいしょ、届くか。届かない。そう、ここだよ、ここ。ここのさ、扉の意味が分かんなくてさ、ひたすら殴ってたよ。こうやって、こうやって殴ってたよ。本当はね、ファイヤーでこうやってやれば開くんだけどね。無印だったね。ほい、ほい、いった。こっちか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、こっち行って、こっち行って、ゴール。何があるかな。チップがいいな。1、2、3と。ブランクチップ。イェーイ。で、ここにさ、ブランクチップ入れて、でここにつなげば CPU と CPU がつながるから、ここにつながってるこのチップたちが倍になるんじゃないの？違うのかな？そういうことだよね。そうだよね。デュアルプロセッサーになり CPU 間のチップの効果が2倍になりました。だから一気に今レベル上がったもんね。いいね。ほー、あれか、デイズのあれみたいなもんだね。なんか能力が一気に上がる、なんだっけ、もう忘れちゃったけど、やつあったよね。そのゾーンにうまくレベルアップのチップとか、チップだっけ、ね、忘れちゃったけど、やつ入れるとレベルがプラス2になるとか、魔法の使用回数が一気に3上がるとか、そんなんだったよね。よし、回復しといて、じゃあ行きましょうかの前にコマンド、どうだ、マックスになってる。あ、そうか、1個増えたんだね、忘れてた。ファイヤーサンダー、ファイヤーとサンダーでサンダランなんの？マジでか。で、ほいほい。で、外しといて、で、他のやつを装備したいんだけど、今んとこサンダーしかないのかな？ケアル売ってないかな？ちょっと買う？買うか。クッポポーで買おう。ケアルなーい。じゃあ、この辺買っとくか。リボルブブレイク？ほーん。ファイヤー。ファイヤーと。あ、それお金がなっちゃった。またお金がないのかい。くそ。金派で金欠多いな、俺。よく金がないな。無駄に買いすぎなのかな。間違えた。ステータスはない。コマンド。この辺にしといて。スライドダッシュ。リボルブブレイクとファイヤー。あ、こんなんでいいかな。まあ、とりあえずはガチャ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 ね、適当に組み込んでおけば、何かしらのものになるだろう。一番がいい。あ、
いたぞ。町の人たち、どこ行ったんだろう。この町に異変が起きたのはお前の仕業だな。けど、待て。ルーイは？ルーイはいいの？行っちゃったよ。バックドアを探そう。町の人がいない。あらら。おい、調べよう。不思議な空間に通じているようです。中に入って調べましょう。多いなぁ。一つのワールドでこんなにあるんだね。なんか BBS やったばかりだからか、すごい一つのワールドですごく長く感じる。テレリリーンと。これ置いといた方がいいかな。ラストに取ろう。はい。サンダーブレード。はい、よいしょっと。エリアルブレイク。あとはないかな。テラレラレーンと。はい、よっと。下にいるから、倒しながら行きたいんですが、怖いから逃げる。ああ、使えねえ。くそ、コマンドが。こっちから追いかける。OK。はい。よいしょ。おい。よいしょ。で、まだあるよね。何かしら。よいしょ。斜めでいけないかな。よいしょ。イエーイ。そいよっと。で、あ、そうか、今度は部屋になってんのか。なるほどね。で、こっちに行くと、下画面にマップが出てますよね。おお、お前ら急に出てくんな。びっくりするわ。あー、デブか、めんどくせえな。デブでなかなかね、ダメージを食らわずに行くっていうのは難しいですよね。ま、やるんだけどね。ま、決めてやるんですけどね。あ、結構固めなやつなんだな、これ。魔法で削らすとか早いな。よいしょ。この下に行きたいんだけど。はい、よいしょ。あ、はい、はい。あ、15回できるんだね。はぁ、なるほど。全然ね、矢印に夢中で見てなかった。あとはないかな。で、こっちに行けばいいのかな。てっ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 て、うわー、めんどくせえ。あぶれ。オッケー。ほい。で、サンダラ。もう、敵怖い。敵怖い。ダメージ受けたくない。あれ？これさ、青色の色になってんのに敵がこうやって出てくるんですね。赤色だけじゃないんだ。へぇ。そういうとこの説明がないんだね。ほい。まったく初心者に優しくないな。一応、キプレイはキプレイなんだけど、レベル上がった。あ、ちょっと。よいしょ。てるれーん、てん、てん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 。あれ？いなかった？いたよね。ファイアブラスト。よいしょ。サンダラ。いいね。だいぶ空の動きにも慣れてきたよ。上に出るね。おデブちゃんは厄介よ。おデブちゃんは厄介よ。と。こっちに出るんじゃないか？ほらね。テロリロリーン。ティリリティリリティロリロリーン。とおり。リボルブブレイクだって。なんか手に入れてたっけ？レベルアップチップ手に入ってたよね。じゃあ、このブランク消しとこうか。で、レベル2上げといて、で、ブランクをここに使えば、何で覚えた？ん？あ、来た！リフレクトガード来たー！やったー！これでガードができるようになりましたよ。見てください、この、はい！ふっ！まあ、そんだけなんだけど、それだけです。はい。ここのゾーンに行くと上に行っちゃうから、その前に、まだね、部屋も一つあるし、そこも SP 稼いでおきたいよね。落ちたね。登るよー。そい、そいと。で、あそこにボインがあるけど、特に使わないよね。
なんであんなところに母音があるの？いいや、とりあえずもう一つ部屋があるんで、そこを見ていきましょう。はい。あ、そっか。このフロアから出るやつが出てるからもう、これは青色になってんだね。なるほど。そういうことか。勝手にね、理解してますけど、俺は。あ、やべ、食らっちまった。5か、痛いな。たく、俺の金返せ。痛ー。返せ。返せよ、俺の金を返せ。って。はい。はい、オッケー。でるれんでーん。あとは、SP。来た、SP。はい、やべ。よいしょー。サンダーブレード、エリアルブレーク、ファイアブラスト、サンダラー。ひたすらあるものを全部使ってみた。はい、OK。1100ちょっといったかな。ここにも敵が出てこない。あら。あ、下にいるのか。やろうか。いってー。もう。おれ。せっかくガード手に入れたのに全然ガードを使ってねえな。もう出てこないかな？もういねえか。もう全滅させちゃったかな。じゃあしょうがない。ゆっくり、こいつらを取りましょう。ほい。あ、ちょう！で、あともう一個だね。そいよ。うん。よいしょ。ワン、ツー、スリー。イエス。オッケー。で、いいかな。じゃあ、さっさと、このフロアから脱出しましょう。1289。まあ、やっぱりそんぐらいなんだね。よいしょ、回収を忘れない。他はないよね。じゃあ、行きましょう。はい、脱出しましょう。報酬。エナジーボム。マジックプラス1、アタックプラス1、あとは経験値と。え、ピー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 。あ、人が帰ってきたね。結局、ルイはどこにいるんだ？町の人たちも戻ってきたんだな。これで異変は収まったかな。シドのところに行こう。いやー、見つかってねえんだけど、ルイが。いつの間にか3番街に行けるようになったんだけど、ハードレスが出るから、やっぱりここにいるよ。あ、そう。ちょっと待ってね。これ、ルーイがいないのはなんでだ？俺の捜索ミスかな？あ、待って。ブランクチップを外した方がいいので、アタックとマジックをここにやって、で、そのブランクをここに2つやっておこう。ここにやっておく意味がきっとあるんだろうな。つながるんだろうね。さあ、じゃあ、ルーイを探したいんだけどさ。これ、できないのかな？どこにいんだよ。